除雪トラック IGM の操作レバーを紹介していきたいと思います。それではオペレーターさん紹介の方よろしくお願いします。一般除雪ですね、まず使うレバーを操作紹介してもらえますか。この前のプラグですね、プラグ上げ下げ、レバーも下げ上げ、あと使う装置といえば G 装置ですね、はい、体の下これをこれで角度が入ります。で、これで右左で、これのやっぱりあれですか、接地圧はモニター見るよりも勘でやっている感じですか。いや自分はまあモニターとあとまあ体で体感ですね、はい、でやっています。除雪中気をつけていることとかありますか。G 装置を下ろすときに先に角度をつけて、こちらで角度をつけてから下ろさないと、まあ故障の原因とか、はい、になります、はい、で次ですけど、マックレー除雪のときに使う、操作レバーの説明をお願いします。はい、こちらが6ピンロック解除ですね。これで使うときにロックを解除して、でこれがシリンダーを伸ばして、あの赤い、ね、そうですね、ちょっと外の映像から映ってないかもしれないですけど、これの先にシリンダーを伸ばして、シリンダーを伸ばさないと、下がりません。全部確実に伸ばしてからじゃないと作業できません。でこれが上げ下げですね。稼働範囲どこぐらいまで動いたりするんですかね。はい、これ、一番伸ばして、一番伸ばしてこのこれがマックスですね。あの斜めとかにもなるんですよね、はい、乗り面やるときとか、乗り面とかのときは、先を上げるレバーですね、これですね、これは上がります。これマックスですね。これで下げですか。なんかシャーピンみたいなのがついてるんでしたっけ。そうですね、シャーピン、この根元のところなんて言えばいいかな赤く見えないかな、赤い、これがシャーピン入って、まあ障害物にぶつかると折れて、そうそう、進めていきなくなりますね、入れ替えですね。ということは、あまり抱えすぎてもシャーピン飛んでしまうこともあるんですか。そうですね、雪と、あとあまり抱えると、まあ、車が引っ張られて、はい、まあ、ラインから出れるというか、それを調節しながら、一気に行かないで、まあ、1回とか3回とか、多いときは、はい、バックしてやります。そうですね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい。